航空船ね、全然出てこないよっていう人は、やってもらいたいのは、ここ、試練の離れ。で、これも、ここで戦闘するのも、カウントは1として、記録されるので、それが終わったら、また、一巡っていうかね、ここら辺の周り、ソラネルで、やることがまたゼロからできるので、カフェテリア行ってご飯作ったり、魚釣りをやったり、ね、果樹園というかで、親密度を上げたりっていうことができるので、で、そしたら、さらにワールドマップに行くと、遭遇船って出てくるので、で、出てこなかったら、何も出てこなかった状態だったら、これをまた試練の離れ、に行って、やってもらうと。で、これ忘れちゃいけないのが、わざわざ難易度40とかでやる必要なくて、もう1、レベル1、最低のやつで、オートで、お任せで、突撃だけでいいです。こんにちは、なわけです。今日はね、ファイアーエンブレムエンゲージの、1周目にしてね、うまい具合のキャラ育て方とかね、お金の貯め方とか、お話をしようと思います。もうこれで最後らしいんだけども、まあ、無駄遣いしても4万くらい、まだ、ね、次が最終面ではあるにもかかわらず、ちょっと使うお金が余ったかなというのが現状です。で、実際1周目だとどうなるかっていうと、もうはっきり言ってしまえば、もう全キャラ、こんな感じで最後の A までなります。2周目、3周目とかはしなくて、1周目の時点で最初の1キャラで、もう、これくらい全部埋めることができるので、まあ参考に、育て方の参考に、一つの参考にしてもらいたいなと思います。で、ちょっと今夜だからまあいいんだけど、仕方がないんだけど、基本的に、10章までは、紋章師の指輪があるので、10章までは、なんだっけ、遭遇戦？これは必ずやるということで、何回も何回も繰り返しやっていくということと、10章以降、17章くらいまでかな、指輪がなくなってしまうので、そうすると、指輪のね、紋章師のポイントがたまらなくなるので、まあ、そこはね、また指輪が8個かそこら辺揃うまでは、一気に進めてしまうと話を。で、これも後にね、出てくるんだけども、この施設で。これはキャラの、有効度を上げる手段ではあるんだけども、これ、ね、A まで行ってるけど、まあ、試しにやってみましょうか。まあ、これは別にパスしていいんだけども、この絵とかは。で、それで足りないキャラ、例えば戦闘に出してないキャラとかを、組み合わせて、で、親密度を上げていくみたいな感じ。で、基本的に、まずやっていただきたいのは、ここで、オレンジと、リンゴと、桃と、あとは、ブドウが手に、必ずここでは手に入るので、まあ、必ずってわけではないけど、まあ、取っていただくと。で、次に何してもらうかっていうと、釣りだよね、釣り。で、釣りは、一番いい竿になると、絆のかけらが500から1000手に入るんだけども、まあそこまでいかなくても、少なくとも話を進めていくと、小さな、この小魚用と頑丈な釣り竿っていうのがあるんだけども、この頑丈な釣り竿までは、そこに投げてみるか？もうはっきり言えば連打で OK です。で、一番最後のいい、竿になると、結構魚釣りに時間がかかるので、で、これも、サポートはね、犬のサポートがあるんで、ここただもう連打でいいのよ。はい。特に何、スティックをいじる必要ないのに。で、そうすると、釣りは成果が全てではない。こういうふうに魚が釣れるんで、まあこれはタコだけど、魚が釣れるんで、まあ難なくね、絆とかが手に入ると。で、合わせて、さっきサポートって言ったけども、この犬みたいなのが、多分サポート私最大になってるんで、半分くらいは減ってるんだけども、まあ半分は減るので、ただ後は連打すればいいよねっていう小魚用と、頑丈な丈夫、頑丈な、杖。で、それどうやってあげるかっていうと、食べ物あげないといけないからもったいないじゃないかって話になってくるんだけども、これ、はっきり言えば1回で1回ずつ、1回の戦闘ごとに1回ずつできるんだけども、まあ、食べ物自体は何度も何度もあげようと思えばあげられるけども、はっきり言ってしまえばこの木の実でも十分よ。というか、ずっと続けていくとね、
これぐらい食べ物余るんで、正直あの最後の方なんてもう最後の方っていうかもう途中からは何あげてもいいんだけど、この木の実がやたらと手に入るんで、まあこれをあげちゃっても全然 OK みたいな。これは本当に木の実はほんのちょっとしか上がらない、まあ苦手な食べ物みたいなんだけども、それでもちょっと上がるので、でそれと撫でると合わせて並行して進めると、そうするとまああのマックスになるよね。で1回2回ほっといても、まあもちろんマックスから減るんだけども、そこで幻の野菜なりね、ここ小麦粉ね、でこれもう決まってるんでね、まあ さっきの犬みたいなやつにはそんな感じで、餌をあげてほしいっていう、1回2回下がっても全然それは問題ないの でここはね、今私はこれにあの袋とかにしてるけども、でこいつは幻の野菜なんだけども、途中まではねこのタカが手に入ればね、あのタカにしてもらうと、そうするとお肉系をあの落とすので、でここに卵があって、ここに牛乳があってって話なんで、あの特に牛乳とかね卵さ、あの現実の話は卵結構高騰してるけども、あのそこまでは必要ないということになります。で猫がね多分一番使えないのかなと、ここので、どうしてもね現実世界でもゲームの世界でも猫じゃないとダメだっていう人は もちろんいると思うので、まあそれは仕方がないなと思いながらも、なんで猫ダメかっていうと、釣りで魚が釣れるからいくらでも、そうすると猫って大体あの物を落としていくので、必ず魚を落とすので、そうするとあの余るよねってお話 でここにあの武器を何か入れると OK ですみたいな感じなんだけども、これへちょいね一つ星とか二つ星とか三つ星入れても意味がないので、まあ狙うんだったらもう最初から分かるので、これはまた違う動画で作るけども、あの四つ星か五つ星を必ず入れるんだったらば四つ星か五つ星をお願いしたいと。はい、何が手に入るかな、あまり良くないね、うん、これあんまり良くないね、うん、まあそんな感じで、運がいいとね、あの勇者の剣とかそういうのが手に入るん で今実際こうやって歩いて走ってるけども、実際はこれあのこれこのなんていうのショートカットでバンバン進んだ方がいいわけです。で場合によってっていうか、もうどんどん私くらいね、あのお金も余ってすることねえなっていう場合は、まあ回るのはその果実園で親密度を上げる、支援会話をするために親密度を上げるのと、あとはここだね、ここに行って通常訓練で、まあここでもね、あの親密度って戦闘すると上がっていくので、まあ低い人に あの当てて、それで親密度を上げていくと。でその後にカフェテラスへ行って、でこの紋章地のまで指輪とか磨かなくていいのって、これはっきり言えば磨く必要ないよね、戦闘やってれば上がるし、その磨く時間があるんだったら戦闘やって、あの遭遇戦とかで上げてしまった方がいいので、有効度っていうかね、関係性を、なので、必要はないかなと思います。でこのカフェテラスでもあのお話しっていうかね、あの親密度が低い人同士合わせてで上げていくと、そうすると会話が見えるようになってくるんで、で私みたいにね、こういうふうにあのもう全員 OK の場合は、まあ、組み合わせでね、あの関係ない人とかと、ちょっと例えばの話なんだけど、関係ない人とそれこういうふうな、なんか関係性のないような人と合わせた場合って、たまに会話、特別な会話が発生する時があるので、まあ、ちょっとこれやってみようか。おで、あ、やべ、ちょ、これは、まあ、これちょっとやってみようか。料理も物語も創作に変わりありません。これをこうして、たまにあの違う会話が生まれると、面白いものになりました。あまり食べたことのない味だわ。強烈だね。まあこれ失敗という、まあいずれ失敗だろうが、あの親密度は上がるの でそしたら、マイルームに行って、でマイルームも
これはあの戦闘を1回行ったら必ず行ってもらって、何度も何度もこれはあの親密度っていうか支援会話の親密度に比例するんだけども、そうするとどうなるかっていうと、はい、1巡目でね思い出にしてもらって、お目覚め会話、そうすると私まだこのゲーム2回やってないんだけど、1巡目でしかないんだけど、もう1巡目で全部埋めることができるので、まあ、これを必ずやってもらうと。で遭遇戦ね、あの全然出てこないよっていう人はやってもらいたいのはここ試練の離れで、これもここで戦闘するのもカウントは1として、記録されるので、それが終わったらまた一巡というかね、ここら辺の周りソラネルで、やることがまたゼロからできるので、カフェテリア行ってご飯作ったり魚釣りをやったり、ね、あの果樹園というかで親密度を上げたりっていうことができるので、でそしたらさらにワールドマップに行くと遭遇戦って出てくるの で出てこなかったら、何も出てこなかった状態だったらこれをまた試練の離れに行って、やってもらうと。でこれ忘れちゃいけないのが、わざわざ難易度40とかでやる必要なくて、もう1レベル1最低のやつでオートでお任せで突撃だけでいいです。そうやらないとね時間もったいないんで、それを何度も何度も繰り返して、で実際ワールドマップの方に行って、で遭遇戦で戦うとお金とか経験値の方が入るので、それを繰り返しやっていくと、さっきみたいに、1巡目であのね支援会話も全部埋まるし、お目覚め会話も全部埋まるし、お金も余っていくよと。で武器もそれなりにこういうふうにあのねいろんなものが揃っていくよというお話になります。